ん、こんにちは。橋本もかです。イェーイ。今年は、皆さんね、多分年末年始、太った人いっぱいいるんじゃないですか？ってことで、私は、太らないように、普段、キックボクシングをやっています。でも、キックボクシングはね、自宅じゃできないので、自宅で簡単にできるトレーニングをじゃあ、一個紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず、片足を後ろに、こう、なんかベッドとかソファーとかでも、できるんですけど、引っ掛けて、このまま、下に、こうやっていくのを、20回を3セットとかやると、結構、腹筋もお尻も、全身運動で使うので、やっぱ、下着が似合う女性は、お尻とお腹は大事じゃないですか。ってことで、これ皆さん、やってみましょう。私はこれをやっています。はい、今回紹介する下着はこちらです。てれれれ。私、効果音自分で言っちゃってるわ。はい、こちら、ネイビーの、下着ですね。これもさ、すごいなんか、小柄な花柄みたいな感じで、めちゃくちゃ可愛い。なんかネイビーの下着ってなんか意外にこうちょっとカジュアルな感じがするじゃないですか。でもこの花柄の感じがこう女の子っぽさを演出されてんのかなって思います。めっちゃ可愛い。しかもなんかちょっとさね、暗いからさ、ここがさ本当に透けなさそうじゃん。でもね、ちょっと透けてんの。これちょっとエッチなんじゃないですか。まためちゃくちゃいい感じですね。しかもここも紐じゃないけど、めっちゃ伸縮性があって、また履きやすそうな。やっぱ下着はしんどいより可愛くて着やすいっていうのが、多分女の子見るポイント。なんか生地感とかもすごいいい感じですね。ここもまた横がすごい太いので、胸がね、ここちゃんと脇のハミ肉がホールドされてて、そこに流れないようになってると思います。めちゃくちゃ可愛い。ネイビーの下着は私も結構持ってて、透けないしとっても使いやすいと思います。これなんかネイビーなんですけど、ピンクもあるらしくて、ピンクもね絶対可愛いと思う。ちょっとね、もうちょっと女の子っぽくしたいっていう人はピンクを買ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ早速着てみたいと思います。はい、着てきました。着用しましたね。これ見えますか？このね、ここのね、お尻のラインがすごい、こうやってなんて言ったらいいんだろう、綺麗に見えるように作られてると思うんですね。だからめちゃくちゃいい感じです。これ結構カジュアルに見えるんですけど、花になってることによって、さっきも言ったんですけど、めちゃくちゃ女の子らしさ、ここ、あとリボン。これも可愛いです。ショーツとね、お揃いになってて、いいですね。でも、もうちょっとなんかガーリーに、ガーリーな下着が着たいっていう女の子もいると思うんで、このガーリーな下着が着たい子は、こっちのピンクの下着がいいと思います。なんか、下着もね、結構ガーリーなものが着たいっていう人と、こういうネイビーとかブラックとか着たいっていう人分かれると思うんで、このガーリーな下着が着たい人は、こっちのピンクがおすすめです。ここ紫になってて、とっても可愛いですね。めちゃくちゃガーリー。私はちょっと勇気を振り絞んないと、これはちょっと着れないかもしれないけど。これ何もね、まあ普通なんですけど、ヌーブラも何もつけてないのに、ここまでおっぱいが漏れるんですよ。で、ここのさっき言ってたハミ肉も全部ホールドされてて、めちゃくちゃいい感じです。こちらのお値段、皆さんいくらだと思いますか？3000かな、4000かなって思うじゃないですか。これ1380円なんですよ。本当に最近のやってる下着って、なんでこんな安いのって、なんかやっぱ生地がダメなんじゃないとか思うと思うんですけど、本当に良くてめちゃくちゃいい感じなんですよ。漏れるし、着心地いいし、生地もいいしっていうところがね、ドローさんのポイントですね。
あと全部写真が可愛い。概要欄に飛んでもらって URL を押してもらうと、なんと私が出てきます。モデルをさせていただきました。なんか本当にやっぱインスタ見てたからめちゃくちゃ嬉しくて、他のモデルさんとかもすごい可愛いし、下着もすごい可愛いって思ってたんで、ぜひチェックしてください。世界観が本当にすごいから、こんなピンクのところに行っていいのみたいな感じで思ったくらい可愛かったので、ぜひチェックよろしくお願いします。この動画が良かったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。バイバーイ、橋本萌花でした。